井上馬でございますいやーのミルサタでございます教えてくださいお願いしますこちらはいええ柏 vs マチダンガンバ vs 広島最初キャプテン分析2試合プレビューでございますしびれますなそうですなていうかさまあ皆さんまあ本当だったら優勝だったらおい神戸対湘南も入れろっていう言う人いるかもしれないですけどもあららこれすごいのがさうん。 あれ結局、今これ左の鹿島と町田って4位対3位でしょはい。はい、で、あとガンバと、あ、違うか、5位、5位鹿島と3位町田で4位ガンバと2位広島でしょはい、うん、アイシューズニッ って、様はすごいですね、本当にね。もう2点様になっちゃった、組、うん、んじゃなくて。ん <laughs> <よ>じゃなくて。お<う>おさ<う>んじゃなくて、もう、う様ですね。うん、っていうところで、これ、えー、町田とか広島例えば、勝ったら、例えば、オーブンの結果次第では、いろいろ逆転優勝の可能性もあれば、うん、鹿島、ガンバー、これ町田、広島にそれぞれ勝って、他の試合の状況とかもいろいろあると、順位がまた、 入れ替わるかもしれないぞっていうところで、ACL 話とも結局いろいろ最終節まで絡んできたというところもあるので、一体両方、この二つの世界どんな展開になりそうかというところを今日は話していきたいなと思います。<laughs> ありました。はい。はい、見ろ、かまちゃって、チャンネル登録ぜひぜひお願いしますよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、っていうところで、皆さん、あの、我々なんですけども、来年というか来月というか、はい。 え大阪梅谷で1月17日金曜日にミラカトークライブやらせていただきます。そうなんでございます。せや,ね、やせやねんでございます。お願いいたします。<laughs> ね、はい、なんでね、はい、え週末のだからすごい最終節を超えた後の、はい おマンデーライブにて、はいえー、発売させていただきますので、皆さんちょっとスケジュール開けておいていただけると嬉しいでございます。お願いします。はい。はい。っていうところで改めてちょっと順位状況を確認していこうかなと思いますけれども、はい、こちらでございます。うん、はい。えー、現状首位はアビセルコベでございます。勝ち点69。はい。 なんでそれを追っている広島と町田が6対六66なので神戸が例えば敗戦とかいろんな状況次第では神戸の優勝もあるし広島も残ってるし、うん、町田も残ってるぞというこでねで,<す>でしたね、そういう状況でした。で、あと町田とガンバのところは正直、まあ、3差あるプラス得してもプ、まあ、10差なんでここの逆転確率はまだ正直は、まあ、かなり薄いってところになってはきてるんですけど、うんうん、とはいえ4位争い、今年はいわゆる4位に入れば。うん ACL2 だの、あとは今やってる ACL エリートだの2だののいろいろ結果次第では4位のチームも来年もしかしたら ACL あるぞっていうところもあるのでああ。そうなんでしょうね。はいはい。そうなんです。うんうん、なんでそこの4位5位どっちからどうやるかっていうところもすごく熾烈だっていうところがあったりするから。うんうん やっぱここはもう広島対ガンバー、松田対鹿島、ここはもうちょっとプレビューしておきたいなってところで、今日はやらせていただき、ね、出れるかもっていうか、はい、用意だったら絶対出れるでしょ、あそう出れる、でね、ただ、コンペティションがどこになるかが分かんないってところですね、まだね。エリートかもしれないってことでね、ことしのエリートの結果によっちゃうってこと。 そううういいいこことととなろでござますあとちなみにちょっとなんかもう一個だけ話しておきたいなと思うのが今 SNS 界隈でもめちゃくちゃ話題ですげえバズってるんですけど実はねそこも大事なんだけどすげえ大事な社合って実はもう一社あるみたいで10位対11位福岡対川崎あのまあさあのほら去年だ今年からさ順位貢献金みたいなやつほら変わったじゃないですかちょっとすげえ。はい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 。 10位5000万。うわあなるほどじゃん6ポイントマッチならぬ。そう 5, 5万かけた5サウザーもうわからんマッチ。そう <laughs> でしかも<ー>そのだから最終節が川崎対福岡なんですよ。うん、はい。勝った方が10位みたいなそういうこか、ね、やーちょっとしたカップ戦ファイナルじゃないこれ。いやここすげえドワーど厚いゲームになりますからね。あすごい。 一応これ、ね、鹿島対町田頑張った広島の動画ではあるけどちょっとそういうところ皆さんちょっとご注目いただけたらいいんじゃないかな。これは知ってしいるのと知らんでみると大町違い全然違うからね,ね。これは実況解説の方も言ってほしいですね。言ってほしいですね。だからちなみにまずその上が実は東京対セレッだったりするわけですけど例えばこれも引き分けで終わったりどっちかが負けたりするとその福岡川崎に抜かれるみたいなケースもやっぱり存在はしますからでも順位のだから最終順位における金額が。 なんかデスワッチみたいな感じになってます,すねる。金額デスワッチは、ね、<laughs> やばいですね。<laughs> ちょっとコピーライターなれないかな先生は。ああ残念だ。<laughs> <laughs> ありがとう。金 <laughs> 俺は好きですけどね。金額デスワッチはい,いあ,、ねはい、ありがといはいというところでまあいろんなカードがあるわけなんですがもちろん残留争いのところでのねえ裏は新潟札幌柏もそうですし。はい トスジビロなんかもありますけれども、まあ今日は町田、ごめんなさい、鹿島、町田とあと、岩場、広島、ここの2試合に焦点を絞らせていただきたいと思います。いますはい。と、はい、いうことでまずはね、町田と鹿島の両軍のスタメンから予想から見ていただきましょう、こちらです。はい、はい。左から右に町田、右から左に鹿島という形です。まあ最近のスタメンそのまま持ってきたよみたいな形ではあるんですけど、はい、ええまず町田が、うん、えー、3に。 なりました最近、ね、はい。もともと基本方法でずっとやってて、いいね、いやスリーやるかなって思ったタイミングが広島戦だけやったんだけど、そこで大雨の中の強度戦になった結果、うん、敗れてしまったっていうのが4月くらいにありましたか。うんうん ただ、最近、本当はなんか監督さん的にもスリーバックにしたいタイミングとかあったみたいなんですけど、うん、ら中山選手の怪我だとか、はい、ちょっと人がちょっと足りてなかった時期とかもあって、スリーしづらい状況とかもあったらしいんですけど、うん、最近、みんな戻ってきてっていうところで、今、これの形で今、共同相馬勇樹選手はうちなんですね。 そうなんです。タラマさん、ありがとう。うん、いいこと言ってくれました、ねうんいや。気になりますよ。やっぱここちょっとしっそうなのよ。ね、<ー>大事なんですよ。<ー>で、鹿島は四二三一っぽくもなったりするから、まあ大体このフォーメーションで見ていただければいいんじゃないかなと思いますね。うんうん、まあ本当ずーっと思ってますけど、右サイドバックなんだ、ケント・ミサオワっていうところですね。本当だ。もうなんつここやってるんですよね。うんうん、っていうところで、両軍どこ注意注目気をつけなきゃいけないかみたいな話を今日はしていきたいと思います。はい。 まずは鹿島が、まあ、町田に対して気をつけなければならないところ、どこだっていうところで、うん、まあ一つここかなといったところでしょうか。うん、まあ気をつけるのと、あとここがやっぱり注目ポイントだよね、みたいなところですよね。まあの、鹿島は今年ずっとすごいなっていうところが、うん、これもこの真ん中にこの黄色いライン書かせていただきましたけど、あの、元から佐野回収知念系っていうところから始まったからだと思ってますけど、うん 中盤でまあボール奪えるチームなんですよね、やっぱり。<laughs> そう。で、まあ今は、まあ、佐野君は今ね、えー、マイに行っちゃったのであれですけど、やっぱ柴崎知念っていうところででも、ちゃんとやっぱり中盤のところでボールを奪うよっていう、そういう率みたいなものとか、成功率みたいなもので言うと、リーグナンバーワンのデータ残したりするんですよ。<い>まあ、デュル号って言われてるだけだと、やっぱ知念君でこうボールを刈り取るっていうところが、チームとしてもこう決め事の一つなんだろうなっていうところでは。<い> あるのかなと思っておりますなんで町田からしたらその中盤がちょっと怖い、えー、鹿島だっていうところがあるのでおそらくこの真ん中使わねえんじゃねえかなと思うわけですおそらくん真ん中ボール通そうと思ったら知念怖えって形になっちゃうので、うん、おそらく大外のラインを活用してくるんじゃないかなと思うんですけどもだからこそやっぱりやってきそうかなというのはここじゃないかなと。 望月ヘンリーをまあ上げて、うん、そこに対して谷障子あたりからのロングボールで安西を押し戻すような戦略をだいぶ町田は取ってくるんじゃないかなと思うから。うんうん うん、鹿島はこの望月 VS 安西みたいなところをちょっと注目しておいていただければいいんじゃないかなというふうに思いますと。なので知念、柴崎あたりでボール奪えちゃってであとはこの望月対策みたいなことができたらだいぶ鹿島としては町田を抑えることはできるんじゃねえのかなというところでございます。はい、なで、まあそのでまずは最終節ここをちょっと注目してみていただきたい。分かりました。逆に今度こっち、うん、町田目線みたいなところにこと変えてみ町田鹿島町田逆にしてみ、ま、たいなと思いますけども。うん はい、今度こっちで何するかっていうふうに言われたら、うんえー、まずは町田は逆に、じゃあ、どこでボール奪うのって言われたら、ちょっと最近いろいろ変えてきたよっていうところが、2点ほどあるので、そこをご注目いただきたいと。まず、昔から変わんないっていうのは、やっぱり3バックにしてるのもあるので、うん、鹿島がロングボールで来ようが、ビルドアップで来ようが、もう後ろの3人のところ、庄司、チャン・ミング、ドレッシェビッチでもう奪うぞ、うん、これがやっぱりは効いてるんじゃないかなと。うんね はい、でなんだけど、最近すごく聞いてるのが、その一律前にいる男が一番のキーマンだったりするかもしれません、うん、下田北斗、2>, うん、あの2試合前、2試合前って言ってもう1ヶ月前になっちゃうんですけど、FC 東京戦って国立であったんですが、はい、トップ下に入った荒木亮太郎を完全に封鎖したのがこの下田君でした、うん。なるほど そこのか、なんか完全に噛み合っちゃってる状態を東京が崩せなくてというか、変形できずに、もう下田に捕まり捕まり捕まれ、ちょっと破れてしまったから、東京はって感じだったんですけど、んなんか下田君、こう、にらみを効かせるのもちょっと上手くなってきたなっていうところで、真ん中にボール入れさせないぞまになってますから、ちょっとここもちょっと注目いただけたらと思います後ろの子は、その庄司ちゃん右、ドレシビッチのローブロック、あとその前の下田すごいよってとこもあるんですけど、うん のねまあ、見るワはか実は開幕時点でもこのフォーメーションを町田はやるんじゃないかって、実はだいぶ前に予想してたんですけど、ほうほうこれ、もともとまずこの3、1、4、2みたいなやつって。<あの S 1> はい あのキム・ミョンヒさんがほらト,ス時代にやトスの監督時代にやっ,たってたことなんですけ、うん、ど,ど、はいはいはい、ついに今ここでやってきたっていうところだったりするんですけど、うんうん、それプラス町田が今季ちょっと掴んできたのが右サイド側でサイド圧縮みたいなところここの圧縮プレスみたいなことをやるのが上手くなってきてるところがあって、はい、鹿島がボールつなごうと思うところにエリキ、白崎、ヘンリーあたりでこの黄色いラインで押し込んでいって関川、安西あたりでボール奪うみたいなことをやって 来そうな感じがあるのでそこもちょっと注目いただけたらと思いますただまあそんなとこもあんだけど、はい、やっぱりマーサが言ってくれたことですよね、うん、一番大事なのはここの水色のところ、はい、相馬勇気ですよねうこうあえてここに使う何か意味があるっていうことそうなのよマーサー何かってやっぱり相馬くんと言ったらやっぱり、はい、ここだよね だからね、この動きですよね、内から外に出ていく動きっていうところがやっぱりすごくて、うん、だこの間もそれで外側からクロス上げたら、それが、まあ、相手のゴールキーパーの手に渡たった上でこで、入っちゃったみたいな。がととありましたきる力さすでしたね そうなんですよね、えーで。そうすると逆に相馬選手が外入ってきたら逆に誰かが中に入ってくるってところで相手の右サイドバックはじゃあどっちをあの抑えればいいのかなみたいなことにもなってくるってところもありますよ。だけどここのミサオさんも実は同い年、うんで。相馬君も鹿島経験者でもありますから、うん、ちょっとここのバチバチ感僕は。 ね、ちょっとなんか楽しい感じになるんじゃないのかなんと距離感に注目してくけばちょっとおもしそうですね相馬対美沙をちょっとご注目いただければと思っております、えー、今年の夏からねお互いにまあ加入したもしくは戻ってきた男が、うん、最後に追ったそれぞれのチームをどう勝たせるかここ注目かもしれません。 なるほど、はい。でございます。そしてもう一試合はこちら広島対ガンバというところです、ね。ほいほい。はい、まあ逆転優勝を狙い広島とやっぱりカップ戦この間悔しい思いもした頑張ってところが一体これからどうしていくのかというところを見ていきたいなと思います。うん、はい、はい、はい。実はまさにちょっと両軍一人ずつ負いてしまうという試合にはなってしまいますねここはと。<お>はいあのガンバは。 宇佐美さんか、大阪出れない、ね、怪我でちょっと出れないかなってところになると、あと広島はですね、多分洗新井直人選手がこの間の ACL かな、ACL2 でのちょっと怪ががあるので、もしかしたら出れないんじゃないかなというふうに思うので、うん、主力一人ずつ欠いた状態になりますが、どこをちょっと見ていけばいいのかってところを、えー、話していきたいと思います。まずこちらですと、うんあの、めちゃくちゃ分かりやすいとか、ガンバからしたら、えー、いい感じにリベンジです、ある意味。うん 何かっていうと、そう、あの、リベンジって、まあ、広島に対してっていうよりかは、うん、あの、要は、この間、天皇杯で戦った神戸っていうのが、はいはい、その時は、あの、前線4枚だったんですけど、うん、前線4枚をめちゃくちゃコンパクトに保って、中央にブロックを敷いてきたんですよ。うん、絶対これより先に、お前ら、パス行かせねえからな、みたいな、そんな感じのこと。うんはい、やってきてその、そのせいでというか、 その瞬間はアンカーに入ってた鈴木徳間選手よりもう本当、3、40分ボール入らなくて、それでなかなか大変だったってところがあったんですけど、今回の広島も同じような感じで、高い位置でブロックを仕掛けてくる、しかも5枚で中央を封鎖してくれよってチームだったりするので、ダンバーはそこを抜けれるかどうかが、この試合の結構、注目ポイントになってくるんじゃないかなと思われます、うんうんうん。なるほどね はい、抜けれればガンバの方がチャンスメイク多いだろうし、うん、抜け出れなければショートカウンターから広島がシュートシーン多くなるんじゃないかなって特に展開になるかなというところ。あとは、まあ、その荒井選手が逆に怪我しちゃったからってところなんですけど、またあの右ウィングバックに中野シュートが戻ってきたので、戻ってきたら、うん、<laughs> 右にギャーンと中野シュートを武芸スクローカー系するだから高い、もうあれですよね。 もうサイドのところでの高さバトルってことにもなるんじゃないかなって思いますね。あと逆に最近だと左サイドで東俊樹選手なんかこの間今 SNS で彼なんかもすごく今バズってるけどすごい丁寧なトラップしたんですよね。オ野シン張りのトラップってところが今 SNS でちょっとバズってたんですよ。 試合中戦から札幌戦でありまして、そこから裏、すらっと抜けてとかで、これ、多分い、e、いクロスなんかもあったので、うん、広島のこの両,両ウイングバックがガンバのサイドバック相手にどう,こう立ち向かっていくかってところも注目されるところかもしれません逆に今度、広島の方からしたら、ガンバの何気をつけなきゃいけないのかって言われたら、もう3点ですと。うん はい。なんでさっきちょっと言ったところに繋がりますが、広島は高い位置から中央をこうブロック、封鎖するぞってことをやってくると思いますけど、それでもその真ん中にいるであろう、いるであろう鈴木徳馬選手に何らかのこのビルドアップからボールが回ったら、 その鈴木徳馬からのパスっていうことがやっぱり今年のガンマの生命線の一つでもあったりするのでおそらくはそこから「山下ウェルトン!」みたいなパスとかも出てくるはずですから、うん、もう佐々木翔塩谷司がそれぞれもう快速ウインガーウェルトン山下を止めれるかどうかそのたりがすごい大事な試合になってくるんじゃないかなというところで。 はいはいはいまあもちろん広島町田は勝たないと優勝はもういやー、はい、どこも負けれない一戦でございますそうなんですよねえねえあたせどうなるかそして神戸の結果もどうなるかそのあたりも注目の一戦でございます、はい、いやー見どころ伝わってまいりましたありがとうございますもうあれがました,ちてた気持ちでこういっちゃいがちですか見る方としてはねこれねこのこ,のこ,このとこになるとしかし、はい、こう緻密なやり合いは冷静に選手の中で行っていくんじゃないだろうかという先生のね 見どころをいただいちゃったのが嬉しいでございました。ありがとうございました。いよいよ最終日でございます。どうなりますかということで、エステカタローがビルを変ております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関係ない。ごめんなさい。流れになっちゃってから、いつもね。ありがとうございました。どうなりますか皆さんのご意見を聞かせてください。どうもありがとうございました。それでは、ねバイネル。